の怪物フォワードが選出。今年のバロンドール。元ブラジル代表フォワードロナウドが、2023年のバロンドール受賞者を予想。2023年のバロンドールは大本命が不在とも言われているが、ロナウドには明確な候補がいるようだ。ロナウドはアルゼンチン代表を1986年以来通算3度目となるワールドカップ優勝に導いたアルゼンチン代表リオネル・メッシを本命視しているようだ。ロナウドはメッシがバロンドールにふさわしい。彼はワールドカップというとても大きな大会を制したからねと話した。難しいのが投票によるものなのでストーリー性も結構重視される傾向があるという。デブライネもすごかったけど、票が分かれるならメッシが有利な気がする。ハーランドは得点力はすごかったよ。だからハーランドには得点王という個人賞が与えられた。正直、シーズン通してシティの試合見た感想としては、確かにハーランドの得点力は凄まじかったし、3冠に大きく貢献してたと思う。ゴールとアシストの数はメッシがハーランドをわずかに上回り、ドリブル数やチャンスメイク数ではメッシが圧倒的な差をつけてる。シティだけで言えば、正直、デブライネの方が貢献度高いと思う。メッシがワールドカップ優勝して、議論の余地なしの史上最高の選手になった。結局のところ、印象に左右されるのは否めないので、誰が選ばれても素直に称えられる準備はしておきたい。バロンドールはシーズンで最も優れた選手に贈られる賞であるべきで、ワールドカップ以外の期間をリーグワンで過ごしたのに加え、チャンピオンズリーグベスト16で敗退し、シーズン後半不調だった選手がそれに該当するとは思えない。三冠シティのハーランドでも納得だけど、ワールドカップ優勝のアルゼンチンは完全にメッシのチームだったから、個人的にはメッシがふさわしいと思う。ワールドカップの年はどうしても、ワールドカップの成績が反映させがちだからな。ほぼ間違いなくメッシだろうな。ワールドカップでの活躍とストーリー性は抜群だけど、ワールドカップが全てなのは面白くないし、生まれた国に左右されるのがあまりにも不平等すぎる。まあ、シティ票は割れるだろうし、アルゼンチンはチームメッシで引っ張った感じだからメッシだろうな。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。